今日は無計画大回り乗車をします。まず無計画大回りってなんだよ、って声が聞こえてきた気がするので説明。無計画大回りとは、計画をほとんど立てずに実行する大回り乗車のことです。今回はスタートを秋葉原、ゴールを上野とします。現在8時55分。上野駅到着目標は18時30分にします。とりあえず秋葉原から上野までの切符を購入しましょう。というわけで、8時55分、改札を通りました。まずはどれから乗りましょうかね。まだ路線すら決めていません。一つ言えるのは、上野方面の電車に乗ると4分でこの企画が終わるってことだけです。とりあえずあれこれ乗っておきたいので、総武線に乗り込みましょう。あーでもどっち方面にしますかねー。どっちも捨てがたいです。あれこれ悩んでたら電車逃しました。最初はとりあえず、千葉方面に乗り込みます。どこまで行くかは秘密。一本逃しても、そんなに悲観的にならなくてもいいでしょう。なぜなら都心部の朝のダイヤはめちゃくちゃな密度なので。ね。おお、初手からレア車両ですね。中央、総武線の車両って、大半が元山手線の E231系500番台なんですが、6編成だけこの E231系0番台が紛れているんですよ。ラッキー。見分ける方法はいくつかあります。E231系ファミリーはだんだん機更新されてきたので、音で判別する方法は、もはやなくなっています。多分。秋葉原発車。次は浅草橋です。今のうちに大回り乗車とは何か、というのを説明しておきます。例えば東京から池袋まで行く場合、どのルートで行きますか？品川経由、上野経由、それともお茶の水経由？実際どれで行っても OK です。いちいち全てのルートを加味して、切符を発行していたら、手間ですからね。そこで、特別に大都市近郊区間に限っては乗車経路関係なく、最短経路の運賃で、乗れますよー、という特例です。正常車には当たりません。あ、でも同じ駅を2回通るのはアウトです。これを利用して、この図の中でルートが重複しないように、かつはみ出さないようにして、当日中に帰ってこられればか、というものです。なお途中下車はできません。駅中をフル活用してください。この図、作るのに1時間以上かかったそうですよ。で、いつもなら綿密にルートを練るのですが、もうだいぶ大回り乗車をやってきたということで。計画立てず、でもルールはちゃんと守って大回りしよう、という企画です。とか言っているうちに列車は両国駅に到着。臨時ホームがなんか涼しそうですね。撮影日は8月13日、もろ夏ですからねー。多分この動画がアップロードされるのは秋頃になるでしょうが。え、257、ここにいるなんて珍しい。というわけで錦糸町到着。ここで降りて東武快速線に乗り換えます。無計画とはいえ、ルートが重複しないよう、あれこれ考えながら乗り継ぎますよ。なんとかいいタイミングで電車が来てました。乗り込みます。来た道を戻るかのような乗り方してますが、経路上は重複してないので、東京方面に行くのは OK です。あ、そうだ。横須賀線は都区内にしては本数がちょっと少ないため、大回りで横須賀線ルートを考える際にはその点にもご注意ください。錦糸町から3駅ほどで東京に到着。光ってあまり動画映えしないはずなんですが、動画映えしそうな車両が止まってますね。正体は E235系横須賀線です。さて、お次はオレンジ中央線快速。とりあえず新宿まで行きましょうかね。なんか、なんでもありそうですし。その前にちょっとこのままが特権なので早く安全を取り戻します。この辺なんてほぼ秋葉原なんじゃないかと思いますが、ルート重複はしてないのでよし。お茶の水で中央、総武線の各駅停車と合流します。ここから快速がやっと快速になりますよ。列車は水道橋ら辺をかっ飛ばしてます。遊園地や競馬場で有名。中央線のこの区間を乗っている時が一番都会都会しているなーって思います。これもレイバン台でしたね。今日はよく遭遇しますねー。総武線内ではレア編成なだけあって、6度足を抜かれてもなお、総武線内で個性を輝かせている車両です。
フォームがめちゃくちゃ曲がっていてめちゃくちゃ危険だったんですが、今はぐーっと西に移設されて、ここです。この辺になりました。少なくとも前のホームよりかは安全で、カーブが抑えられ、電車とホームの隙間も狭くなっています。中央線快速は四ツ谷で下車しました。ここからは総武線各線に乗り換えます。もうすでに少しだけ先のルートが去ってた方もいるかも。お次はこちらの中央、総武観光線の各駅停車に乗り継ぎます。今度は丸い緑の山手線から、真ん中通り中央線に転属した500番台ですね。E231系500番台の4号車、E231系600番台は後から作られたため、全体的に E233系っぽい内装です。座席もふかふか。代々木で下車。ここからは東京の顔、山手線に乗車します。もともと山手線を走っていた車両が山手線と少し同区間を走る。なんて暑いな、って思いました。動画にもしているのでぜひご覧ください。お次は E235系0番台。電子レンジだのなんだの言われてますが、個人的には103系に回復したみたいなデザインで、いいなぁと思ってます。あと、インバータ音まで近未来的ですし。たまに山手線の内回りと外回りが覚えられないという声を聞きますが、覚えなくても OK です。というのも理由は2つありまして、列車は基本的に左側通行なので、それを利用すれば OK というわけだからです。もう一つは、内回り外回りなんて覚えてなくても、特に困らないからです。山手線内の主要駅の位置関係を覚えて、どこどこ、何々方面を把握する方が実用的です。次の駅は原宿。我々インターネットの谷とはほぼ無縁の場所です。目に見える建物の全てがキラキラして見えるのはなぜでしょう。原宿の次の駅は渋谷です。我々インターネットの谷とはほぼ無縁の場所です。で、ここ渋谷で一旦山手線を降りようと思います。渋谷で乗り換えるとしたら埼京線か湘南新宿ライン。ホームに向かいましょう。次に乗り込むのは9時55分発の逗子行きになりそうですね。数分ほど待ちましょう。と、その前に、NEX が来たのでついでに撮っておきます。これも気の向くままの工程ならでは？続いてはこれ。湘南新宿ライン E231系に乗り込みます。この車両を見ると遠くに行くんだなという気持ちがどこからか湧いてきます。さて、どこまで行きましょうかね？湘南新宿ラインは2001年開業と、結構新しい路線。山手線では見られないような爆音と速度で副都心をかっ飛ばしていきます。なお本数はだいたい1時間に4本なので、ダイヤには少し気をつけてください。列車はいくつもの山手線の駅をスルーして大崎に到着、そして発車。ここで山手線とはお別れです。あ、そうそう。湘南新宿ラインは品川には止まりませんが、経路としては品川を経由するということになっているので注意が必要です。あと、鶴見駅も同様です。新川崎と横浜の間で、鶴見を経由することになってます。あと、池袋と赤羽の間も同様で、湘南新宿ラインで行く場合は、停車はしないけど田端を経由する、ということになっています。なんか怖い場合は、この区間で埼京線を使うことをお勧めします。列車は西大井に到着。静かな駅ですが、来る車両のバリエーションは本当に豊かです。E217、E231、E233、E235 に加え相鉄車両と、来る車両が本当に多岐にわたります。かつては215系も来ていましたが、今はもう、東海道新幹線に負けないぞという強い意志があるのか、モーターがとんでもないうなり声を上げてます。こんな音出るんですね。でもやっぱり新幹線は速いです。この区間の新幹線は速くはないですが、多摩川を越えて神奈川県入りしました。でも武蔵小杉なんて実質東京を通しましょう？ここで乗り換えましょうかね。お昼ご飯をどこで食べるかすら決めてないので、迷ってます。いびつな開発の縮図みたいな駅周辺のビルが見えたら、武蔵小杉は近いです。降りますか？武蔵小杉もまあまあカーブしているところがあるので、降りるときはご注意。
蔵小杉からは南武線に乗り換えましょうかね。武蔵小杉での南武線乗り換え。だって、なんか察した方もいるのでは？湘南新宿ラインのホームと南武線のホーム、だいぶ離れてるんですよ。これがですね、300メートルという距離以上に、長く長く感じるんです。あまりにも遠いからなのか、武蔵小杉には動く歩道的なものがついています。東京駅の京葉線ホームの手前でも見るものですが、ここにもあるんですよ。長い。湘南新宿ラインの武蔵小杉ホームは、南武線の武蔵小杉駅と、その一つ川崎寄りの駅、向井河原駅の間くらいに位置します。長い。立川方面と川崎方面のどっち方面に乗るか、まだ決めてません。最後の最後まで迷ったんですが、立川方面に乗ります。武蔵小杉を発車。次は武蔵中原です。南武線は4駅連続で武蔵という駅が存在するので、ちょっとごっちゃになります。車窓を撮っているとですね、窓に張り付く必要があるんですよ。で、それでずっと立ちっぱなんですよ。なので、とても足が痛いです。そろそろ座らないと、電車内に足だけ置いていくことになりそうです。次の駅はドラえもん帝国、上り戸ですね。乗降客数は南武線内4位、小田急線内5位、JR 東日本でも54位と、だいぶ需要があります。事実、上り戸でだいぶ車内の人が入れ替わりました。次の駅は稲城長沼。朝と夕方、夜に少しだけ稲城長沼駅も存在します。あ、一つ手前の矢野口駅でもうすでに東京と入りしています。武蔵野線209系500番台がいますね。次の駅は府中本町です。どうします？武蔵野線乗っちゃいます？いろいろな車両に乗っておきたいので、乗っちゃいましょうか。というわけで府中本町に到着。ここからは武蔵野線209系に乗ります。もう205系はいないんですね。なお武蔵野線には大まかに209系と E231 系がいるのですが、実は209系の方が少数派です。日本は E231 系に当たることが多いです。そんな少数派に、どこまで乗りましょうかね？座席はやはりカチカチぺったんこ。座り心地は良いとは言えません。まあでも足がヒーヒー言ってますので、座れるだけでもありがたい。しかし、武蔵野線の始発駅、府中本町ってこんなにも空いているんですね。こちらこそ。西国分寺です。北府中を経て、次の駅は西国分寺。西国分寺では中央線に乗り換えられるんですけど、どうしましょうかね。乗り換えます。次の電車がいつかわからないので、早いとこ中央線ホームに向かいます。ところで、さっきは新宿の1駅南の代々木で乗り換えたので、選択肢としてはまだ、新宿から北上、というのも残っています。ちょっと迷いますが、ここはやっぱり、立川方面に向かいましょう。そっち行っとけばどうにかなるでしょう。現在11時5分、まだ昼ご飯はどこで何を食べるかすら決めてませんけど、まあブラブラしてればいつかは食べられるでしょう。それはさておき、JR 東日本のリンゴジュースは本当に美味しいです。自販機でのお値段一律170円と、少しお高めですが、値段分の価値はあると思います。今回は王林をチョイス。結構甘めで美味しかったです。お次は中央線の各駅停車、八王子行きに乗ります。西国分寺って各駅停車種別以外が止まらないんですよね。武蔵野線と鉄水駅ならではと言いますかなんと言いますか。ここからは立川で青梅線に乗り換えるルートと、八王子で八高線に乗り換えるルートがあります。青梅線経由の場合は廃寺まで八高線に乗り換えます。経路上、これ以上の南下はできないので、必然的に八高線に乗ることになりますね。うん、
乗り継ぎが良かったら青梅線に乗り換えることにします。乗り継ぎがいいらしいので乗り換えます。現在11時13分くらい、約4分後ですね。青梅線ってだいぶ本数多いんですね。本数青梅線、さてさてさて青梅線がやってきましたよー。今のだけではつかなかったことにしてくださいねー。お次は青梅線で廃止前、立川でおでんそばでも食べたかったですが、少し起きるにはまだ早いです。列車は大都会立川を出発、青梅線は拝島、青梅を経て終点の奥多摩まで至る路線です。青梅から先は都内なのにとんでもない山間部なので、過疎慣れにおすすめですよ。険しい山間部を E233系が走るというギャップも面白いものです。なお立川から拝島までは、さすが結構栄えています。ちょっと雨が降ってきました。いつか止んでくれればいいんですが、お昼ご飯を食べる頃には雨雲ゾーンから脱出していればいいですが、どうなるでしょう。次は、海島、海島、お電池は右側です。次の停車駅は海島。ここから八高線で北上しますよ。その前に、海島は改札内が栄えていてミスタードーナツもあるんですよ。乗り換え時間があれば何かしらドーナツでも買っていきたい。川越駅に乗る予定なんですが、今何時ですか？よし、ドーナツは諦めます。拝島到着、5番線八王子方面に面白い車両が。レア編成、209系3100番台ですね。八王子方面に一つ積むので今回は乗りませんが、でも過去に動画にしたのでまあまあ。お次は八高線川越行き。こちらは E231 系ですね。3000番台。先ほどの武蔵野線と同じく、209系500番台とともに総武線から転属してきた車両です。押しボタン式になり、4両化され、ワンマン化改造が進められた形式です。こんなところに悪い番台の名残っぽいものが。というわけで、ここからは八高線に乗ります。どこまで乗るかはまだ決めてません。2通りあるんですが、八高北線のダイヤがまだよくわかってないんですよ。接続が良ければ高崎方面へ、30分以上枠なら川越方面へ、というのを考えてるんですよ。まあ、駒川直前になったら決めます。川越線も、武蔵野線的使われ方をされている、中古車天国の路線です。以前は205系やストレート車体の209系がたくさんいたのですが、山手線 E235 系による玉突き転覆であっという間に車両が変わりましたね。山手線から総武線、総武線から武蔵野線など、武蔵野線からインドネシア。って感じで、何はともあれ、今、走っている車両を大切にしましょう。列車は東飯能に到着。西武池袋線に乗り換えられます。あ、箱根ヶ崎と金子駅の時点ですでに埼玉県入りしてました。この大回りでは初の埼玉県入りです。次は駒川。八高線の高崎方面に乗り換えられます。ただ、本数が1、2時間に1本なので、うまい具合に乗り換えられるかどうか。一方このままこの車両に乗っていくと、川越線に直通して川越方面に向かいます。現在時刻11時50分。そろそろお昼が食べたい頃です。うまく乗り継げるなら高崎でご飯でも食べたいですが。45分待ち。ちょっと空気読みとしてはきついかも。お昼ご飯にありつける高崎への到着も14時を過ぎそうなんですよね。というわけで、引き続きこの車両に乗って川越方面に向かいます。駒川で時間でも潰せればよかったんですが、駅構内にはほぼ何もないので。この列車は川越線、川越行きです。次は武蔵高原です。ここから川越まではおよそ30分、12時半くらいには着くでしょうか。
これは動画編集中に気づいたんですが、川越ってそれなりに駅中が栄えているみたいですね。ですので、川越でお昼を食べてもよかったかもしれません。ですが、あと数駅乗れば、より規模の大きい大宮に行けるので。乗り換えます。お次は埼京線直通の川越線、新木場行き。埼京線に直通後は臨海線に直通もする、長距離運用です。そしてこれは臨海7万系。余命宣告がされている車両です。そうは言っても20世紀の車両である JR209 系がベースなので、周りが E233 系など新形式の中、今まで生き残った方がすごいのかも。さっきまで座ってたので、大宮の手前、日進からの動画しかありません。車窓を撮影しながらの大回りって、だいぶ体力が削られるものなんですよ。次は大宮です。現在12時42分。結構お腹が空いてきました。だいぶ前はこの7万系も、JR 東日本のそれと同じ LED 式案内表示器だったんですが、いつの間にか LCD になってました。でも、個人的にはこの LCD のデザインは好きです。旧デザインがどうにも微妙だったっていうのもありますが、鉄道博物館で休んでいる E1系に見送られ、列車はもう間もなく大宮に到着します。余談ですが、路線ごとに微妙に自動走行のアクセントが違うのもちょっと面白いですよね。さすが大宮、大量に乗り換え先があります。でも、数時間回った後の大回りとなると、やはり限られてきます。おります。というわけで、12時47分、大宮に到着。埼京線、川越線の地下ホームから出て、お昼にしましょう。大宮駅の川越線ホームはもともと地上11番線と、今は亡き12番線にあったのですが、新幹線開業に伴って敷設される埼京線の車庫が南古谷駅に設置ということに、川越線との直通運転の実現も考え、こんな地下ホームになったというわけです。お次は宇都宮線に乗ります。次は13時2分発の古賀駅ですかね。古賀駅。小山まで行かない便じゃないですか。じゃあ次は13時11分の宇都宮行きですね。まさか大都会大宮駅で20分待ちを食らうとは。しかしそれならそれで、ゆっくりお昼ご飯が食べられますね。というわけで大宮駅名物を食べるべく、京浜東北線ホームに向かいましょう。駅そばと書かれた看板が目印の、いかにもっぽそうなお店が見えてきましたね。はい、大宮駅名物、佐野ラーメンです。500円、大宮名物かつ栃木の佐野名物という複雑なことになっていますが、ボリューミーで美味しかったです。ようコスパ。腹ごしらえも済んだので宇都宮行きが発車する11番ホームへ。先ほども言った通り、元川越線ホームです。今は宇都宮線、高崎線の下りとして使用中。ルールは守りましょう。ところであれって、ジッパーボケーじゃないですか。こんなところにいたんですね。もうあれに乗れることは多分ないでしょうが。幕、外されてそうですし。それでも、再び拝めることができただけで大満足です。ジッパーボケーを見ることができたという喜びを胸に、宇都宮線に乗ります。お次は E231 系の宇都宮線。これに小山まで乗ります。ここから大回りで北上する場合、必然的に小山下車になるので、先に目的地は言っておきました。短い重量という、田舎民をあざけり笑うかのような表現が東京では飛び交います。確か25両と比べたら短いですけれども。なお横須賀線では、短い11両という、短い、の概念を失う案内が流れます。それでも横須賀線の混雑率は基本的に高いので、なんとも恐ろしいものです。2020年度はいろいろあったので、横須賀線内の混雑率は低くなりましたが、運よく東大宮付近でボックスシートの確保に成功しました。車窓撮影となると窓に張り付く必要があるため、足が本当に辛くなってくるんですよ。座りながら車窓を楽しめるボックスシートは、やはりいいですね。旅情も含めて、あと墜落インバータもいい音です。日立 IGBT もいいですけどね。座席はあまりふかふかではありません。E231系以前のボックスシートの特徴。間隔もだいぶ狭いですが、姿勢よく座ればまあまあ快適です。ところで、ボックスシートは椅子です。
何当たり前のことを言ってんだとどっかから聞こえた気がしますが、私が言いたいことはなんとなく察してください。列車は久喜に到着。東武線と乗り換えられて、快速も止まる結構大きな駅です。JR 線久喜の乗車人員は2019年度も2020年度も、JR 東日本の小田原に勝ってるくらいです。でも、小田原の場合は新幹線や小田急線の需要があると思うので、あくまで参考までに。次は、コマです。久喜を出てしばらくすると、東北本線内唯一の茨城県駅である古賀に着きます。古賀の地名の由来は万葉集の一節から引用されたものです。ちょっと面白い話をすると、東武線の新古賀駅は埼玉県の方にあります。もっと面白い話をすると、古賀駅は茨城県古賀市、新古賀駅は埼玉県加須市向かい古賀に位置します。なお新古賀駅の駅名の由来は、同じく万葉集の一節です。ただ、JR 古賀駅と区別できるように新古賀駅と名付けたそう。ややこしいようですが、要は古賀駅は JR で茨城、新古賀駅は東武で埼玉、です。さて、列車は利根川を渡って一瞬だけ茨城県に入ります。ここで埼玉県とはお別れ。古賀駅の次は栃木県の野木駅です。ちょっと大事なことを思い出した気がします。小山に着いたら、水戸線で友部方面に向かう予定なんですよ。その時に時間がタイトになりそうって話なんですが。ここまで言っといてなんですが、動画側の時間もだいぶ長くなってきたので、続きは後編でお楽しみください。それではまた来週。あ、今13時48分です。上の18時半着を目標としてるのですが、この後どんなルートをたどるか、予想してみてくださいね。